様、屋敷内をお散歩ですか？はい、このお屋敷にももうしばらくの間帰っていませんから、ちょっと懐かしくて、いろいろと懐かしいものが残っていて、こんな時代から置いてあったものなんだなって思うと、ちょっと感慨深いです。バークさんが引き続き管理してくれています。坊ちゃんの宝は何一つ汚らわしい者の手には渡しませんって張り切ってくれてましたから、安心ですね。聞いた話ですと、3回ほど忍び込もうとした方々がいたらしいんですけれど、すべて捕まえたらしいですよ。はい、バークさんがです。それはもう、少しと言いますか、かなり夢いっぱいの言葉をつぶやいていましたし。ああ、坊ちゃんの心の声が私には聞こえます。その中で、最も大切なものは、多分今リン様がお考えになられた通りの言葉だと。